中学校の時に書いたネタまず教えてください。中学校で書いたネタは柔道のコントをやりました、はい、でそれ3人組でやってたんですけど、僕は審判役です、はい、で2人が柔道やって同級生が、はい、1人が一本背をします、うん、で僕が審判だった、僕が胸元からニョキッと瓶を出して、はい、アジポンっていうねネタをやってめちゃくちゃ受けたのもすごく覚えてます、ね、あれそれでも僕はもうお笑い芸人やっていこうって決めたんですけど、マジっすか、マジっすか、いや引くほど、まあ、今でもあれを超える笑いを取ったことないんじゃないかなっていうぐらい国選出ました、もうすごいです、国選です、呪術廻戦で言ったら国選、いやあれをやっぱ味わうか味わわないかでやっぱお笑いの方向が変わるんで、はい、まあ味わってよかったなって思いますけど、はい。